当たり前にカップサッカーができる当たり前にありがとうは2021年1月6日から1月23日までの間に開催された大学サッカーの全国大会。新型コロナウイルス感染症による影響に伴い2020年度の第44回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントと第69回。 全日本大学サッカー選手権大会が中止になったことを受け、全日本大学サッカー連盟が主導して2020年度のみの特例大会として開催されるものである。当たり前には全日本大学サッカー連盟が2018年から立ち上げた暴力、差別、不正行為根絶キャンペーン、当たり前に当たり前を変えろのハッシュタグで練習や試合が行えた。 当たり前な日々の尊さを実感するとともに、自分たちを支えてくれる人への感謝の意が込められているという。本大会は、総理大臣杯、インカレとは別の大会として扱われ、両大会の参加資格を統合する形とすることから、参加チーム数も、総理大臣杯、インカレの24チームから32チームに増やされる。また、決勝戦は、例年のインカレ同様、 BS 朝日で生中継された。本会は、各地域、学サッカー連盟より選出された合計32チームによって、選出にあたっては、当該地域の学生サッカー連盟の主催する大学サッカーリーグの成績上位チームと、すべての加盟大学が参加できるオープントーナメント上位の両方から選出を行うこととなっている。組み合わせは、1回戦で、 同地区同士が当たらない条件のみを定めた他は、フリー抽選となり、トーナメント方式で優勝、準優勝、3位を表彰する。試合時間は90分で、同点の場合は、前後半15分ずつの延長戦。それでも、同点の場合は、PK 戦で勝敗を決する。ベンチ入りできる、サブメンバーは、最大9名で、試合中5名まで交代が可能。出展。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1回戦から3回戦までは会場非公開で実施された。また、準決勝、決勝は観客ありでの実施が予定されていたものの、2021年1月の新型コロナウイルス感染拡大を受けての緊急事態宣言発表を受け、一般観客の入場を取りやめることが発表された。 関南大学 V 法政大学富士大学 V 桃山学院大学東洋大学 V 仙台大学流通経済大学 V 北陸大学東海大学札幌校舎 V 静岡産業大学 IPU 関隊平洋大学 V 和瀬田大学北海道教育大学岩見沢校 V 高知大学高南大学 V 日本分離大学四国学院大学 V 新潟大量福祉 大学順天堂大学 V 東海学園大学、東院横浜大学部大阪体育、大学床派大学、V 関西学院大学中京大学、V 福岡大学日本大学 V 九州、産業大学鹿野屋体育大学 V 東海大学、明治大学 V 福山大学法政大学、V 桃山学院大学仙台大学、V 流通経済大学静岡産業大学、 部位早稲田大学北海道教育大学岩見沢校、部位港南大学順天堂大学、部位四国学院大学関西学院大学、部イ東院横浜大学日本大学、部位福岡大学、明治大学部位東海大学法政大学、部位流通経済大学早稲田大学、部位港南大学東院横浜大学部位順天堂、大学東海大学部位日本大学法政大学、 ブイワ田大学東海大学 V 順天堂、大学法政大学 V 東海大学、ありがとうございます。